武田さんや前園さんや、はい、ラモスさん、はい、遊んでたんですよ。よく遊んでましたね。いい人紹介するし、いい人紹介する、いついつ何時にここに、いついつ何時にここに来てって、はいはいはい、それで行きました。じゃあすぐやるっつって、やわ怪しいなと思いつつも過去を全部消したいなと思って、うん、申し訳なくてね。ああ、なるほどなるほど。はい、皆さんこんにちは。もうね、元 J リーガーの西田さん、今日も喋っていただきますけど、何ですか、昨日放送の、はい、あの収録でもっと爆弾発言をしたかったでもっと爆弾発言したいの。いや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 、なんかあったらしいですけど、いや、なんか僕聞いたビッグネーム、武田さんや前園さんや、はい、ラモスさん、はい、遊んでたんですよ。よく遊んでましたね。やばないですかこの話。やラモスさんでしょ、はい、この人でしょ、この人ですよ、チリチリの人でしょ、はい、めちゃくちゃすごいじゃないですか。めちゃくちゃすごいです。めちゃくちゃ稼いでたでしょ。めちゃくちゃ稼いでたと思いますよ。ねえ、はい、みんないっぱい連れて行ってたんで、いっぱい連れて、はい、もう芸人のような生活、いけーどうずーっと金使って、はい、もう芸人みたいな感じで、はい、もうやっぱり遊びはむちゃくちゃですか。むちゃくちゃですよ。そうですか、はい、もう豪快、はい、誰が一番豪快だったんですか。僕はまあこう連れて行ってもらったのはやっぱりラモスさんが一番豪快ですか、はい、やっぱラモスさん、やっぱいい人なんですよ、ラモスさん。めちゃくちゃいい人です。ご機嫌ですもんね、なんかテレビで面倒見いいし。ああそうです。ただほんまに怒るときは怒ってくれます。ああ、それもなんかテレビで出てますよね、ぶち切れるときはなんかやばいよね、はい、じゃあ一番アホでやらかすのは誰やったんですか。俺ですね、武田さんとか出てくると違うんですね俺です。あ、そう、一番なんか俺もむちゃくちゃやったんで、むちゃくちゃでやらかして、はい、なんや、なんか干されたの。ああ、あの冷えた天才にね、はいはいはい、でこう喋ってくれた前園の、はいはい、まあいいコメントしてくれたんですけど、いいコメントしされててましたよ、はい、やっぱりすごかった言うて、でもう同じね、うん、チームやった時に、はい、前園と俺と、はい、あと石塚っていう3選手は、はい、あのチームと一緒に練習させてもらえずに、うん、別のグラウンドをわざわざ取られてそっちで3人で練習したんですよ練習させてもらえ なんかやらかしたんですよ、はい、なんか俺はやらかしました。あ、俺はやらかして、はい、前園さんとかはとばっちり。いやー、なんかあったんですよね。彼もやらかして、はい、3人は同じ練習場で練習させてもらえできないですよ。できない。時間帯ずらすじゃなくて、トップアスリートたちができない、はい、練習させてもらえない、はい、やらかしは干された。そうなんですよ。あんな前園さんもかっこいい、まあまあお酒でやらかしたりもされてましたけどはいはいはい、彼もやらかして、やっぱやらかすんですね。やらかしますみんな、ね、はい、エネルギー高いですもん。そうですね。あ、そうですか。いや、そんな経験を経てね、いろいろ経験があってプロを目指して、はい、またビリヤードでって、これサラリーマンでも頑張って、でも同じ問題でやらかした西田さんはビーボー、はい、どれから来たんですか。あの、もともと大学の時に知り合いやった子がいて、はいはいはい、でビリヤードやってるぐらいの時に一緒にイベントをやったりしてたんですね、うん、あ、一緒にイベント、大学の友達とやってたら、はい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 、でちょっと疎遠になって、うん、サラリーマンを辞めたきっかけで、うんうん、こう連絡を取って、ちょっと人脈をちょっと作りたいし、うん、あ、俺が人脈を作りたい、人脈を作りたいって話をその、はい、あの大学の友達にしたら、はい、はいはいはい、じゃあいい人紹介するし、いい人紹介する、うん、じゃあいついつ何時にここに、いついつ何時にここに来てって、はいはいはい、それで行きました。はい、そしたらネットワークのセミナーでした。ビーボのセミナー。はい、はい、アウト。え、特殊違反ね、はい。アウトで、身分の提示、目的の提示でね。もちろん、あの、クローズド空間のセミナー、一般人自由にできない。ああ、できないですね。はい、アウト。はい、はい、はい、はい。マンションの一室だった。マンション、なんでやらはったんですか。いや、もう、聞いた瞬間に。聞いた瞬間に。はい。これすごいやん。素直やからね。はい。西田さん、素直やから、これすごいやん。これみんな幸せになるってこと。そういうはい。健康、まあ、健康です、はい、健康ね、やっぱそういうのを維持されてて、はい、ね、そのなんていうんですか、健康気になるタイプじゃないですか。そうですね、ですから、はい、だからこれすごいやんみたいな、はい、やるやんみたいな。いや、もうびっくりして、もうすぐやるっつって、すぐやると、はい、
ほんまええ客やわええ客やわ。もうただの情報弱者のバカ野郎ですか。いやまあそういう人を狙ってるっていうのはある種あると思いますね。あ、なるほど、はい。それでまあまあやろう思って、はい、どうだったんですか、やらはって。いやもう損しかないですよね。損しかない、まあね、昨日もおっしゃってましたけど、はい、損しかない。ただね、そのビーボやってなかったら出会えなかった人もいるので、うん、なる。いや僕もありがたいです、ビーボやってらっしゃったから YouTube ご覧になって、はい、そうなんですよね、はい、ありがとうございます。でもすごいと思って、ま、ネットワークビジネスとかやったことあったんですか。いやもう初めて、全く初めてです。聞いたこともない。なかったです。そりゃそんなトップアスリート勧誘する勇気のある人なかなかいないですからねでもまあある種大学の友達すごいですね、それを誘ったんですか。ああそうです ね、 ね、やり方はちょっとあれですけどね、はい、そうやって誘って。いやすごいじゃないですか。その人も今頑張ってるんですかね。もう名前も聞かなくなってたので僕その人の名前ねちょっと伺ったんですけど、はい、ある、ね、ネットワークニュースね、はい、やってた方で結構名前聞こえてた方だったので。へー、そうなんですよ。あの人かみたいな。成功してるかどうか知らないですよ、はい、名前としてはね、まあ、良くも悪くも噂をちょっと聞いてた人だったんです。それがお友達で。そうなんです。僕はその人のグループの人、お友達の奥さんがいたんですよ。へー、結構立派な経営者ですよ。あ、はい、うん、友達の経営者の奥さんがそのネットワークニュースをやってて、はい、だから名前聞いてたんです。それが西田さんの友達で、なんか縁感じますかね。感じます ね、はい、ね。それでこうビーボは結局やられて、どうだったんですかビーボって仕事は。ビーボはもうずっと信じてて、うん、信じてて、はい、怪しいなと思いつつも。お、怪しいなと思うとこあった。ありましたね。どんなとこ。まず、ワールドの時に、うん、契約して、ワールドの時契約されたんですね、はい、半年以上商品来なかったんですよ。半年経営変商売がある。でサブスクだけ、サブスクだけずっと払ってた。あ、サブスクっていうのは皆さんね、ビーボを買いました、そのデータ管理料かなんか毎月サブスクで取られるのがあるんですよね、はい、管理料、はい、データ管理料。これが製品経営のにずっと払い続けて、はい、製品何個か買った、何個、一つだけ。僕最初は一つで、一つだけ買って、はい、そしたらまあまともな時代ですね、まあね、はい、そうですね、まともな時代にやらはったわけで、はい、で製品半年経営へんのにサブスクでずっと金取られる、はい、まあそれ時点でやばい話、はい、あ、おおと思ってて、はいはいはい、でもそういうもんやでっていうふうに、そういうもんやでって言われて、どこにそんなもんやねそんな商売あんのかって感じですけど、まあ上の人から、はい、まあ、いわゆるリーダーの方からそんなもんやでっていうのもあって、はい、まあまあまあ信じやすい西田さんはまたそれ信じてやりながらどうしたんですか。でやりながら、うん、今度株の話が出てきて、株の話出てきましたね、はい、山田さんの話でしょ。まずは、トークンじゃなくて株の話。株ですね、はい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 、これはすごいなって思ったんですけど。すごいと思って、まあまあ初心者とか素人の方やったらね、はい、すごいなと思うかもわからないですよね、やっぱり。でまあでもいろいろこうね、こういう話が来てるっていうのを周りにまた僕も話するじゃないですか、うん、するする。結構みんな食いつき悪いんですよね。食いつき悪いね、多分ね、はい、それはあかんやろっていう、分かってる人は、はい、あれって自分はすごいと思ったけど、すごいと思ってただ、うん、うんっていうので一回はこうスルーしたんですよ。はいはいはい、一回は株の話をスルーして、はい、なるほど。また延長が入ったので。延長が入ったね、はい、また延長やん。いや募集ここで打ち切るから早く金払え言うてたら、はい、まあ期限来たら延長すんだよ、はい、俺みたいな怒って、ああまた延長すんねや、はいはい、で周りからはどうせ延長するやろって言われたんですよ。ああ、そういうの言われてた、はい、周りの人、はい、あ、もう基本的に素直で、あのテクニックないですもんね、はい、ないです。サッカー選手から、はい、もうとりあえず突っ込んでいく、そうです、もうスピードとパワー俺は、はい、みたいな感じですから、まあ、まあ、ビジネスでもやっぱりそうだったと。はい、だからこう他の冷静な人たちからそう言われて、はい、またどうせ延長するんだよって、はい、いやいやと思ってたら延長しようってして、おらおらって、いや、まあでもここはちょっと一回スルーしとこうと思って、で、何ヶ月、3、4ヶ月後にまたその話が、うん、また来た、来たと思うんですよ。はいはいはい。そこで、どうしよう、うん、葛藤ですよ。葛藤ですよね、はい、行っちゃいました。え、行った株も買った株買っちゃいました。いやいや、セカンド、あっち耐久消費税の何やしな、時計買ったと思ったら今度は最後はそういうのをなんか株も買っちゃって。そうなんです、株っていうか、まあね、その12枚のパックをね、買える、ああまた買って、はい、それって何ですか、その後トークンとか始まったんでしょう。トークン始まって、うん、その時はトークン始まって、うすごいと思ったんですか。そう、まあ、トークン、まあ、毎
とつけてるデータがちょっとずつはそのトークンとして溜まってて、溜まっててそのハイパーウォレットの口座に、銀行口座に引き寄り出せてたので、おお、やってますこれ。皆さんビーボですよ、ビーボです。これねめちゃめちゃいいんですよ。めちゃくちゃいい、はい、日付、曜日、時計分かるんです。まあまあね、山田さんあの期間最初は何もなかったデータがね、時計がついたらよかった、はい、で、血圧とか、はい、そのいろいろ測ったら、はい、西田さんの場合結構正確でしたよね。そうなんですよ。あれってなってるやんみたいな感じでしたよね、はい、僕つけたら全然違いましたもんね、はい、全然違いましたね、はい、オムロンで測ったのさっきね、はい、目の前でね、はい、西田さんのはまあまあ近い、ちょっとずれてたけど、はい、まあまあ近い、僕の全然違いましたもんね、はい、びっくりするぐらい違ったんです。あれはなんかね、調整しながら、そうアプリで調整があるので、はい、ですよね、はい、そんなんでね、はい、まあまあそんな話もお話ししたんですけど、はいはい、そうやってビーボのこれが出て、はい、ビーボつけてあるじゃないですか、はい、ほんでこのトークンだった、はい、トークンも燃えた。いや、トークンはもう燃えなかったです。あら、素直な西田さんなのに、はい、何が起こったんですか、燃えなかったの。もうそれまでは、まあ、あのね、このアップルウォッチよりも性能がいいって言われてたんですけど、アップルウォッチみんな見てますよね、はい、アップルウォッチより通知機能、はいはいはい、消しても通知来るんですよ、うん、消したのに通知が来る、はい、あかんやん。もうそれがもう延々ずっと最初から続いて、え、ほなあのネットワークの人なんてね、はい、LINE とかでグループ LINE とかやるじゃないですか、はい、延々通知が来るってこと。もうずっと来るんですよ。ずっとなる、はい、ずっと、はい、それずっとなってオフにできない。オフにしても来るんですよ。オフにしても来るのはなんかバグってるんでしょうね、はい、オフにしても来る。 LINE でほな来るってさ、ね、まあ、山田さんとの話でもあったんですけど、はい、ほなお姉ちゃんと悪さしてるやつなんかちょんばれじゃないですか。ちょんばれですよそんなね、え、はい、LINE でピッて言うと、奥さん見てたらびっくりするよね、はい、奥さんがビーって買い物行ってる時にピコンピコンピコンって、花子ちゃん誰やねんそれってね、なりそうじゃないですか。やばいですよ、梅子から来たみたいなね、みたいな、やばい状態が起こりそうですけども、はい、あ、そう、ちょっとアップルより言われたのに西田さん使ってる感じがあれみたいな。デザインもね、やっぱりアップルより落ちてるよなって思いながらですよ。素直な西田さんがちょっと疑問に思ってしまった、はい、はい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 、それ でこれフォックスコンでこんなもんなん。そう、フォックスコンって言われてましたもんね、はい、いやあれ嘘だったんですよらしいですよね。そうですよ、クオリティっていうクオリティの悪い会社って言われてますけどね。はいはいはい、全然ですね、中国の会社で作られてたんですね。そうみたいですね。ですよね。そういうのも全部、じゃあ僕いつもこうね、ビーボのこと取り上げさせてもらったけど、はい、僕の方が事実。いや、もう全く事実です。嬉しいです。清水君聞いてるかな、ビーボの皆さん、元気な皆さん聞いてますか、悪口募集してますか。そうですか、はい、どん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 、じゃあそのトークも始まったけど、トークも来たけど、もうそう冷めてたでと。そうですね、もう自分からこう何あの勧誘っていうのは、うん、ビーボの話はもうできなくなったんですよ。できなくなった、はい、そりゃそうですよね、うん、自分でそんだけ疑問あって言ってること、これ嘘やんって話になってくると、はい、そしたらもう完全に、まあ、あの今ねこう西田さん知ってる人とかみんな、うん、でも SNS とかやめはったんですよね。そうなんですよ、 SNS 全部やめはったから、はい、あら、いきなりあの LINE から消えた、 SNS から消えたと思ってある人いっぱいいると思うんですよ、はい、なこれやめた理由って何かあるんですか。まあ、とりあえず、うん、あのもうその関わりっていうか、うん、その過去を全部、うん、消したいなと思って過去で、めんどくせえと思って、だって正義の光ですもんね、基本的に男気ある人で、まあ言って前園さんも後輩思いやし、もう素直やし、もう人間的にはめっちゃいい人って、まあ、みんなが言ってはるわけじゃないですか。その人がなちょっとやらかしたんちゃうか、俺てんてんてんみたいなのがあった。そうですね。なるほどね、そんな過去もありながらのやらかしたんちゃう、でもう全部ディレートして。そうですね、はい、もうアカウント削除しました。アカウント削除した。その削除するのに決断いたってなかったんですか。まあいろんな思いがあって、うん、まあまあまあその、まああるそのビジネスっていうか、うん、そういう話もちょっと何個かいただいてたのもあったり、ビジネス話いただいてるのもあったし、でそれで、うん、そういうのがね、うん、またあの過去をね、うん、掘られた時に、うん、めんどくさいことになることもあるよなと思って、
ったのもあったり。そうですよね、そういうのをね。え、ということは SNS のビーボでイエーイとか言って載ってたってことですか？載せてたビーボのこと。はい。え、写真とかの写真とか、はい、SNS で、はい、ファビオちゃんとも、ファビオちゃんとも、はい、ツーショット載せてたりして、ツーショット載せてたりね、はい、あのネットワークビジネスをやってる皆さん、 SNS の使い方間違えてます。一般人が見て引くような、え、そういうのやったらダメ。もうブランディング間違えてます。もうこんなね、経歴のある方のプロデュース間違えてますね。そんなの刺したらあかんやんね。あ、そうですか。そういうのまた、もうそれはまあ適正なご判断だったかなと思いますけどね、はい。まあ、西田さん、僕の YouTube ご覧いただいて、はい、ご連絡いただいたわけなんですけども、はい、誰から紹介を受けたんですか？これはあの、うん、アカウント削除した時に、うんうん、何名かはつながれる人がいたので、そのつながりを残したんですね。はいはい、うん、はいはいはい。でその方から、うん、あの「ビーボーどうなってるか知ってる？」って言われて、うんうん、はい、動画をね送られてきたのが川口さんの動画だったんです、うん。ありがとうございます。どなたか分かりませんから、僕の動画をシェアしていただいて本当にありがとうございます。あ、そういうのがあって、そうなんです、はい、これでご覧いただいて、はい、ご連絡をいただいた、はい、そういうきっかけやった。あれ見ていかがだったですか？いや、まずこんなことなってんのって思って、で僕もその全部消してるじゃないですか、うんうん、なんでもしこれあの YouTube で僕が出ることで、うん、こう誰か一人でも多くこう見てくれたら、うんうん、まあ、要はやめるきっかけになったりするわけじゃないですか、はい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 、でそれをちょっとこう期待して。もういい人ですね。いやいやいや、何のメリットもないのにね。いや、そうだね。もうなんか申し訳なくてね。ああ、なるほどなるほど。僕はええと思ってこう進めて、はいはい、こうね、こう誘った手前、はい、はい、やっぱりいい人ですよね。いやいや、もうね、もう本当にええ人なんです。あのこれを見てる皆さん、騙さないでください。この人すぐ騙されるから、はい、もうすぐ騙され、騙されないでください。変な会話やめてください。はい、だからね、あの西田さん、そういうきっかけありまして、こうやって SNS 全部ね削除した経過がありますから、これはもうあの僕のところ連絡ください。西田さん責任持って、LINE とかそういったおつなぎ、うちのスタッフの方がさせていただきますんでね、あの時実際どうやったんとかね、西田さん今何考えてるのとかね、ぜひ。あとね、まあ、こういったプロサッカー選手でビリヤードもやっていろんなご経験がある西田さんですね、まあ、お仕事の話だとか、はい、そういうのあったらぜひね、はい、聞きたいですもんね。そうですね、いろんなことにね、はいはい、ぜひね、皆さんあのお仕事の話あったりしたらですね、変なのやめてください。騙されるからこの人。そうなんです。変なのやめてください。でもですね、なんかね、いい形になったらいいかなと思いますね。あの YouTube とかね、はい、あのやりましょうよ、なんか。あ、もうぜひぜひ、はい、ね、よろしくお願いします。息子さんのやつとかね、はい、息子さんの YouTube とかも僕が今から準備したりだとか、はい、西田さん、ちょっと今パッと思いつくのないですけども、はい、このきっかけ、西田さんなんか面白そうですけどね。はい、面白いことやりたいです。西田さんのあの、サッカーゲームのど素人のど下手な時から撮りたいですね。なんかど下手な時からね、はい、プロでサッカーばーやったらこんなに上手いのに、ゲームやったらこんな下手みたいなね。やってんのみたいですね。です西田さんってどんなビリヤードも見たいし、いろんな、まあ、なんかこう、なんかこう、運動神経の塊みたいな、ちょっと知恵の方はもうあのどちらかというと猿に近いから、そうですね、はい、でもう野生なんで、野生ですよね、はい、野生ですが、野生動物ですけど、いや、もう運動神経とか、それでいい人っていうのは間違いないなっていうね、この辺を生かして、はい、なんかこうプロモーションしたらね、はい、すごい僕ね、面白いものができたらあかんのかなと思いますよ。あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ぜひ、本当もね、はい、家お近くですし、ね、そうですね、はい、いつでも来ますよ。ほんまですか、はい、もういつでも来ましたら、またね、西田さん登場してね、喋っていただけるかもしれませんので、ぜひですね、西田さんとつながりたい方ね、過去の方で、今連絡が途絶えている方、ぜひね、お問い合わせの方お願いしたいと思います。またぜひ出てください、はい、本当にありがとうございます、はい、楽しかった、ありがとうございました。皆さん、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。